クリップスプリンガーは、タマズメモクウシカ、クリップスプリンガー属に分類される、偶定類。本種のみで、クリップスプリンガー属を構成する。別名、岩飛びカモシカ。アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ケニア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、スワジランド、ソマリア、タンザニア、ナミビア、ボツワナ、マラウイ。 南アフリカ共和国、南スーダン、レソト、ルワンダ。ブルンジでは絶滅。模式産地は南アフリカ共和国西ケープ州。体長75から90センチメートル。肩高40から60センチメートル。体重8から18キログラム。オスよりもメスの方が大型になる。背面は肺褐色やオリーブ褐色、高褐色、粉炭と、 覆面、獅子の内側、大腿部後部は白や高褐色。体毛は、基部は白いが黄色部や黒色部があり、霜降り状に混ざり合うことで、前述のような色彩に見える。体毛は軽い上に密毛し、皮膚は厚い。上毛は平坦で硬く、中空で簡単に折れる。この体毛の構造により熱や低温、乾燥、岩と接触することによる怪我などから身を守ることができる。 頭部は短く、上から見ると三角形。次回は大型で、幅広く、内側には黒い三本の筋模様が放射状に入る。死は短く頑丈。ひずめは縦長でくさび型をしており、外側は硬いが中央部は弾力性がある。ひずめの先端のみを設置する。ひずめの設置面が小さいため、狭い足場でも直立することができる。 通常はオスにのみ最長16センチメートルの短い、直立した角が生える。牛か内では、ブラックバックアカ、ロイヤルアンテロープ属に含める説もあった。分子系統解析では、ブラックバックアカとは禁煙でないと推定され、本種のみで、クリップスプリンガー属ウリアトラジャニーを構成する説も、ある。2012年に発表されたミトコンドリア DNA のシトクロムビート、 恋遺伝子の延期配列を決定し、最大節約法による系統推定では、セファラフィニー族と単系統群を形成すると推定された。標高4000メートル以下にあるサバンナ、岩場、半砂漠地帯などに生息する。ペアもしくは1頭のオスと2頭のメスで縄張りを形成して生活する。夜行性で、昼間は岩陰等で休む。岩と岩の間を飛び跳ねるようにして移動する。 食生は植物食で花、果実、草本や木の葉、苔植物などを食べる。主に花や果実が食生の大部分を占め、体や胃が小型で代謝が高いため栄養価の高い食物を選択的に食べる。陶器や寒気になると葉を食べる割合が大きくなる。水分は主に食物や蝶路から摂取するが、利用可能であれば水溜まりや泉などから水を飲む。 主な捕食者は、カラカルヒョウで、アビシニアジャッカル、ブチハイエナジャッカル類、ヤマネコ類、コシジロイヌワシ、ゴマバラワシなどが挙げられる。危険を感じると鳴き声を上げるが、これは捕食者への威嚇ではなく、他個体にも危険を知らせるためであると、示唆されている。繁殖形態は体制。妊娠期間は6ヶ月。1回に1頭の幼獣を生む。授乳期間は4から5ヶ月。 生後7ヶ月で生成熟する。飼育下での寿命は18年。ありがとうございます。